鍵、鍵かかっとる。持ってませんかね。持ってないっすか。そうっすか。いやー、がっつり変わっておりますよ。両目のない自分が映っている。あれ、じゃあ瞳の話はなくなるか。テーブルがある。ティーカップが置いてある。テーブルと、なんか、オルゴールのネジが欠けている。なるじゃん。針が見ておくか。オルゴールはで鳴らせ。女王のネジで鳴らしてダクド原則はね。これはまあ、バーンでしょうね。ぽよん？あ、鎖落ちた。手を、度胸だよ。小さな玉が入っていた。茶色の人に。なるほど。これを、6つだか8つ集めて、竜を呼ぶか。バラの花。病気なんだよな。こうして、は、魔女になりました。魔女の家には奇妙な生き物たちが すいません、ちょっとマイクをカットしてました。地域の放送が始まってね。おしゃべりは楽しいものでしたが、の心が温まることはありませんでした。一応生き物たちでいいのか。なぜなら彼らは人間の心を持ってはいなかったからです。ある日は彼に願いました。人間の友達が欲しいと。これは本心か。彼は承諾しました。しかし。あれ？これもしかして、猫が全部悪くって、あれかい？その、魔女の方は悪くないっていうストーリーのパターン、いや、ねえかな。さて、瞳を取ったが、私の瞳は、あれき、うんたらかんたら、瞳をかざす。両目がない。あなたのっすか？押し込んだ。何かを吐き出した。兵隊のネジ。ネジか。なんか扉に書いてあるね。鍵がかかってる。4人の瞳を音を鳴らすんじゃないのか。あれも音？いや、わかんねえぞ。が、引く必要はない。決定的なところが抜け落ちてんのよね。瞳の研究。あ、これはヒントか。瞳の色について以下のことが分かっている。髪の色によってそれぞれの瞳の色が異なる。ビオラちゃんは金髪なんだよね。で、瞳の色が、あれ、緑だっけ青だっけ忘れたけれど、ちょっとここら辺もね、本当にそれで揃えちゃっていいのかな。4人の女性は瞳を奪われてしまった。瞳の所在については以下のことが分かっている。赤の瞳は見えざるものの中。はぁ、あ、茶色、赤い箱の中でしたね。これは見つけたね。じゃあ、茶色の瞳、髪赤の人かな、さっきのは。は、OK。緑色の瞳は、塗りつぶされていて読めない。これわかんねえな。くすったものの中。見えざるものの中。ほう。まあ、いろいろあるけれども。リオラちゃんは緑でいいかね。なんか、あれだよね。リメイク版これめっちゃ目濁ってるけどね。兵隊のトレーでネジを取ったから、一旦まあセーブするか。あ、音じゃないな。瞳か、ここは。兵隊に使えばいいのか？見当たらない。ダメか。したらば、こっちも無理だし、あのオルゴールくらいしかないか。これもダメなんじゃねえか？あ、なるほど。背後に回れるんだ。ああ、これもあれか。手が足りない時のパターンか。止める。ネジを引き抜いた。
鳴らして、おびき出してからの、避けられないじゃん。あ、止まってんのね。鳴らす必要はなかったのね。はめて、こっから動、打つ。ああ。左に回す。左に回す。これ正面立ったら撃たれるパターンじゃん。いつものやつ。あ、大丈夫だった。ああ、左にばっか回してたよ、私。猫がピョンって飛んで可愛かったな。じゃあこれで、扉を、鍵を壊す、かな？左に回して、これで、鍵が、開きましたね。さすがマスターキー。物騒だな。これショットガンだったら猫危なかったよね。これ、この向きで大丈夫か？とりあえず大丈夫そうか。あ、なんか腐ってそうな色をしてらっしゃいますね。ぐちゃり。で、これは黒髪でいいのかしら。瞳は、ぐちゃり。か、髪切れ。あれ、腐った中に入っていて。目はつかない明かりの下。つかない明かりの下。つかない明かりっていうと、ああ。違うな、ここだな。髪切れ。白い器の中。白い器の中。これ？割れちゃった。器割れちゃった。テーブル。おや、これは器ではないか。じゃあなんだろうな。これか。紙切れが入ってる。大きな黒い箱の中。ああ、わらしべわらしべ。黒い箱か。紙切れまたか。腐った頭の中。頭が腐ってる？私か？頭の中。頭の中。中。紙切れの下に何かある。ここにあったんじゃないか。まったく回りくどいことしやって。で、青い瞳か。まあ、しらみつぶしで OK ですけどね。あ、ここじゃ使えない。青い瞳。吸い込まれた。吸い込まれて、ここで。手を、あ、ちょっと待てよ。先にちょっとね、他のところを調べると。そうそうそう、今のが見たかった。本当にただそれだけ。これは楽譜か。お？君か。兵隊から逃げる。絵画からも逃げる。どっちもやらなきゃいけないのが、ビオラちゃんの辛いところだな。ここまでは、OK。よかった。余裕持って逃げて。黒い炎がつきましたね。かっこいい。セーブしておこうか。解決してなくってもここ調べたら、なんだね。髪は見当たらない。あれ？そういえば手に入れてないよな。ここもあかんくなってて、なんのこっちゃ。向かいの壁。覗いてみる。覗こうか。奥まで続いてる。空気は湿っていて少し生臭い。おー、中に大量の虫がいるとかじゃないか。インディ・ジョーンズで見た。何も手に触れない。ダメか。
細長い何かか。っていうと、ツバイハンダーあたりかしら。入ってみる。ここは、まさか、合戦士。気がつかないよ、これは。そして、ヘビ。活躍の場があって、よかったね。捕まってはやらんが。もう一つ下の階のさ、一つ下だったっけか、あの口の中とか全部入ってったもん、私。少し湿っている。置きます。で、引く必要は原作だとないわけだが、今回も大丈夫か。引く必要はなかっただろう。まあ、そうだね。白剣と黒剣が上下して曲を奏でている。ただ、瞳はないんだよね。あれ？観客？座ってる気配がする。ほう。お客さんがおるわけね。空いてる席は、ないかしら。こちらに差し出している。これは、何のタイミングなんだ？姿が見えてる時だけか。ああ、赤色の瞳。この瞳は、全然謎解きしてないけど、ここでいいかな。あ、違う、ここはもうはめてるんだよ。で、ビオラちゃんの髪は違う、確定だから、ここか。ここでいいのか？お、開きましたね。開いたけど、ちょっとセーブをさせてほしい。で、同じ部屋だけど、今度は白い。おや、時計じゃないね。問いに答えろ。やだよ。上のシャンデリアが。あ、でも血の跡はないから大丈夫か。しゃあねえな。お、捨てようとしたのは？捨てようとしたのは、これ病気の少女の話だよね。母親とも取れるし、父親とも取れる。え？どっちもじゃね？喧嘩両成敗。まあ、喧嘩してるわけじゃないんだが、まあ、疲れてたんだよな。お、見ていなかったのは？見ていなかった？見ていなかったのは、それは、おやすさんかい？愛していたのは？え？まあ、過去形で言うんなら母親もそうなんだが、すげえ適当にやって、が殺したのは？あれ？父親ってどうだったっけ？両親殺したんだっけ？母親はもう確定なんだけど。が、したのは？どっちもか。お、ここに連れてきたのは？黒猫だよな。これ空中に固定されてるんだ。いや、違う違う。猫猫。僕だろ。そうだよ。最後の問いだ。これ合ってんの？こうしてお前に問いかけている私は誰か？え、家の医師だよね。病気の少女とも取れる悪魔もまあありそうだよね。てか、家の医師って結局悪魔なんじゃないのかって思う。食われた人間っていう可能性もなかないのかもしれんけど。とにかくみんな、あ、なんだよ、悪霊的なあれだよね。え？家の石かな？正解。家の石か。瞳がポロリと落ちました。緑色。これで鏡か。しかしまあ、あれだな、エクストラモードになると、猫マジで正体隠そうとしねえな。いや、もともとそうか。そもそも猫が喋ってる時点であれだものね。まあそれと会話しているビオラちゃんもビオラちゃんだよね。
今度は、ヒュー。消えてしまった。何も映らない。これで全部ついた。先に進めるかな？おや、白骨化しておりませんか。働きすぎたんだろうね、きっと。うん、ちょっと、私も休憩しようか。